大阪万博中止なの？便利な AI を使って人はいるでしょう。でも回答されたものが正しいとは限りません。 AI はまだまだ進化の途中なので鵜呑みにはできません。フリー百科事典のウィキペディアも使っている人もいるでしょう。これも間違いがあるので参考にして論文を書くのは注意が必要です。ある AI に聞いてみました。大阪の万博は中止ですかと。すると残念やけど中止になってしまいましたと返事があったそうです。私が普段使っている AI では大阪万博は中止されていませんと返答がありました。どちらを信じるかは個人に任されます。では現在なぜ中止になってもいないのに中止を匂わすことになるかというと、大阪万博の会場建設費が倍近くまで上振れしたことや海外パビリオンの申請が遅れていることなどから中止の可能性も指摘され、中止の情報を AI が正しい情報と判断したのかもしれません。今は万博の開催を予定通りに行う方針ですが、今後の状況によっては中止の判断を下される可能性もあるでしょう。理由としては建設費の高騰と人手不足、海外パビリオンの申請遅れなどが挙げられるかと思います。建設費がさらに上昇すれば運営費も膨れ上がり赤字の可能性もあります。海外パビリオンの申請遅れは国際的な注目度を下げる可能性があります。万博は世界各国が参加する国際イベントであり、海外パビリオンの数は万博の成功を左右する重要な要素です。深刻な問題を抱えています。大阪万博の中止は大阪府や日本政府にとって大きな痛手となるでしょう。大阪万博の中止は AI が決めるものではありません。今後の状況次第で決まるものであり、万博の開催を予定通りに行うためには様々な課題を解決する必要があります。